スティーブン・キプロティチは、ウガンダの陸上選手である。メイン種目はマラソン。2014年パリハーフマラソンにて2011年、テグ世界陸上の男子マラソンは9位と入賞を逃し、2012年の東京マラソンでは、ラスト勝負で藤原慎に負け3位になるなど、それまであまり実績を残していなかったが、2012年。 ロンドン五輪男子マラソンにおいて、前半から巧妙なレースを見せ、優勝候補筆頭の2時間3分台を持つウィルソン、キプサング、2009年世界陸上ベルリン大会と2011年世界陸上テグ大会金メダルのアベル・キルイなどに勝利資金メダルを獲得した。ウガンダ選手としては1972年のミュンヘンオリンピックの400メートルハードルで金メダルを取った。 ジョン・アキブラ以来同国史上2人目のオリンピック金メダリストとなった。2013年世界陸上モスクワ大会でも猛暑の中優勝し、ケザハン・アベラ以来史上2人目の五輪、世界陸上選手権での男子マラソン優勝を成し遂げた。ありがとうございます。